こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本の海上自衛隊は、今旭日旗を船体に掲げて行動している。日本人には誇りに感じる旗だが、そうではない国もあることを知っておく方が、今後世界観が変わってくるだろう。だが米国もそこまで気にしていないのに、日本自体にこの旗を非難する放送局もある。最近気になったある旭日旗に関する話をしていこう。米軍も名だか呆れているのでは。韓国日報は2020年7月6日、アメリカ海軍の航空母艦艦載機である FA-18EF スーパーホーネット戦闘機の尾翼部分に旭日旗のペイントが施されていることを問題視する内容の記事を掲載した。これは記事の1日前にアメリカ太平洋空軍司令部がそのホームページ上で、南シナ海での訓練飛行中の FA-18EF スーパーホーネット戦闘機の写真を掲載したものを指しており、確かに旭日旗ではある。この写真の FA-18EF スーパーホーネット戦闘機は岩国基地に駐留している。機体で、韓国日報は、このことを駐留している場所、つまり日本だと表す。目的で、旭日旗を、たいなく用いていると、推察したようだ。こうした韓国日報の報道を受け、韓国のインターネット上には、有事の際に、朝鮮半島に派遣される可能性のある、こうした FA-18EF スーパーホーネット戦闘機についてアメリカ側の不見識を非難する声が多い。旭日旗、韓国とくれば、2018年10月に韓国のチェジドウで挙行された国際観艦式において海上自衛隊の旭日旗掲揚を問題視し、日本側が参加を取りやめたことが報じられたことも記憶に新しい。こちらの問題では、確かに今の護衛艦などに掲げられている自衛隊の艦艇であることを示す旭日旗は、旧帝国海軍以来変更のない旭日旗であり、日韓両国でそれぞれの主張があるのは当然かもしれない。ちなみに、この旧帝国海軍以来の旭日旗は、真ん中の日の丸部分が中心から左側にずれた衣装となっており、日本国旗である日の丸や旧帝国陸軍が用いていた真ん中に大きな赤丸が置かれた衣装とは異なる。しかしながら、今回の韓国日報の報道が日韓両国の政治的立場云々の前に根本的な認識を誤って報じていると感じられるのは、 FA-18EF スーパーホーネットになぜ旭日旗風のペイントが施されていたかという点だ。その理由は、その部隊が第11戦闘機隊に由来しており、同部隊はまさに日本とアメリカとの間の太平洋戦争真っ只中の1942年に結成され、サンガウナーズとの別称を持つ、いわば
日本を叩くための飛行隊名だと言える。日本はその国名を日の出る国から冠しており、これは英語だと。ライジングサンだが、サンダウナーズとはこの日を。うちツイス社たちの意が込められた日本への敵外心を煽るネーミングではなかろうか。よって本来 FA-18EF スーパーホーネット戦闘機の尾翼にペイントされた旭日旗風の衣装に異論を唱えるとすれば、それはむしろ日本がアメリカに対し敵を意味する部隊章を用い続けていることへの抗議しかないだろう。ただこうした解釈にも異論が存在していることは確かであり、1942年の結成当時にこれを衣装した組織、人物の決定的な証言が残されているわけではないので、あくまで状況証拠という見方をするべきかもしれない。通称、サンダウナーズの第11戦闘機隊は、太平洋戦争終結後に改編を経て、1948年には、第111戦闘飛行隊と名称も変わり、保有している機体の尾翼に剣の旭日旗風のペイントを施し始めた時期については判然としない。ただしベトナム戦争時の F4 ファントム戦闘機やアメリカ海軍の可変翼戦闘機として映画トップガンでも有名なF14 トムキャット戦闘機にも旭日旗風のペイントを尾翼に施した写真が数多く残されている。それでも太平洋戦争後、このベトナム戦争時に旭日旗風のペイントが見られるようになるまで、しばらくの間はペイントは行われておらず、やはりかつての最大の敵、日本が同盟国になったことが、影響したものと考えられる。翻って、これが描かれるように復活したのは、日本との太平洋戦争が、過去のものとなり、むしろ開戦初期に対峙した日本軍機を好敵視として、再認識し、日本も、今更目くじら立てないだろうとのアメリカ側が考えたためだと思える。さて、韓国の旭日旗をめぐる報道だが、日本でもアニメ化され大ブームとなりつつ、2020年5月に惜しまれながら連載終了をした。鬼滅の刃でもそうした問題が指摘されて、韓国内では物議を醸した。こちらは鬼滅の刃の主人公である竈門炭治郎のピアスの飾り部分のデザインが旭日旗を想起させるとクレームがついたというもので、韓国向けのアニメでは、そうした批判から、デザインが変更されているという。これに関してはそこまで主張するかと、半ば呆れてしまったとしか、言いようがないのだが、実写映画化された空母息吹では、原作者自身が、中国での映画公開を前提に、敵を、中国から架空の国へと置き換えたと認めていた。してみると、戦中、戦後問わず日本をめぐるこうした軍事上のテーマを扱う作品は、
今後ますます制作し、辛くできなくなるではないかと、個人的には非常に残念に感じてしまう。